超高 CJ-750、超高 CJ-750、超高 A、チャンジャン中文反対。超高は、中華人民共和国に呼んどころ多く、超高モーターワークス社の販売するオートバイサイドカーシリーズのこと。ソビート連邦イムズ M72 型オートバイの生産施設を買収し製造された BMW R71 型オートバイサイドカーの、 レプリカバイクシリーズである。サイドカー部分にドライブシャフトを持たない 1WD ため、日本国内で運転するには、大型自動二輪免許が必要である。イムズ M72 のプラントを使用しているにも、かかわらず、それをそのまま採用しておらず、独自に設計し直したエンジンを採用している。元来軍用車両であったため、中国国内の交渉で生産されていたが、 改革開放後は民間の工場、上海一駅間宅舎有限講師、厚生広市と航空工業、集団有限責任講師などが製造している。中国国内でも超高のブランドで販売されているが、下記に示す通り改良型などの製品によっては別のブランド名で販売されている場合もある。現在の超高モーター車では、 現代風なデザインのバイクも多数販売している。その中には国際特許や国際著作権法的に問題のあるものも含まれるが、1957年に製造された CJ-750M1 はイミテーション BMW R71 というキャッチコピーで生産され続け現在でも主力商品の一端を担っている。 2007年現在も中国人民解放軍において明細色に塗装されたオフ式エンジン搭載の M1 スーパーの稼働が確認されており、現役第一線で現在も使用されている。基本的に民間に販売されているものと軍用との機構、外観的な使用の差はほとんどない。超高モーターは日本に代理店を設けていないため、 自動車ディーラーを通して購入することは困難である。しかし、ショップや商社単位で並行輸入しているところがあり、入手は可能である。側者側の方向指示器が標準でない等の日本の車検基準を新車の状態で満たしていないため、行動を走行するには基準を満たすよう改造を行う必要がある。 CJ-750 シリーズは同じ BMW R71 型を外するソ連製イムズ M72 型、後のイムズウラルと同じく BMW R71 型のコピーであるが少々複雑な経緯を持つバイクである。第二次世界大戦後1949年にソ連に続く共産主義国家として独立した中国は 毛沢東を率いる中国共産党指導のもと、重工業に非常に力を入れた。その際、急に本軍が事実上の戦後賠償で行きした工業施設などを利用し、また、当時同じ共産、社会主義国の盟友で、アメリカ合衆国と工業、科学力を二分したソビエト連邦の支援のもと、あらゆる工業分野で自国生産を目指し国づくりに奮起していた。 そのような中、オートバイ生産にも力を入れ、1950年、当時の北京外六自動車交渉が中国にも輸入されていた、ドイツのツユンダップ KS500 型オートバイを解析し、主に軍用バイクとして、そのコピーバイクを生産していた。KS500 のコピーバイクは1951年までに総数4248台が製造されたが、その数から見てわかる通り、 軍用として考えた場合もそうであるが、民間にも販売されることを前提としてみても、中国の人口比需要から比較して、その数は決して多い生産数ではない。というのも、当時の中国では、オートバイ生産に限らず、工業製品のほとんどを、中国の18番である、人海戦術の主工業で生産しており、オートバイのような、複雑な部品で構成される、 工業製品をクラジン海戦術といえど、先進工業プラント並みの生産数を確保するのは無理な話であった。さらに、ツユンダップ KS500 を選択肢に選んだことにも問題があり、終戦当時ドイツでは、BMW R75 型と部品の互換性を持つツユンダップ KS750 が、純主力バイクとして生産されており、KS500 は、 すでに旧式のオートバイであった。この能率の悪い状況に、当時の解放軍首脳部は試案したわけであるが、幸運にも、名誉ソ連がこの状況を聞きつけ、当時中国にもあったソ連軍の主力軍用バイク、イムズ m 7 2型オートバイの生産プラントを、中国政府に販売することを申し出た。ソ連政府はすでに BMW R75 をベースにした新型バイクの開発に着手しており、 将来的に旧式になる M72 の生産プラントを処分したい意図があり、また中国は中国から見て、当時最新に近いオートバイラントを安く手に入れることができるというお互いの利害が一致し、中国政府はその M72 の生産プラント及びその技術意識を丸々購入することに成功したのである。そしてその後、k s 五百のコピー製造を中止し、 解放軍の主力バイクを全面的にイムズ M72 型ベースのバイクに移行することにし、量産を開始した。1957年、エンジンなどを BMW シリーズを参考に独自設計した。その第一号量産型が、蒸気写真にある CJ-750M1 型オートバイ、サイドカーである。M1 のエンジンをサイドバルブ式からオフ式に改良した。 マイナーチェンジ型。エンジンの信頼性が M1 型よりも向上している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。